僕はですね、ぴょこたんっていう名前でこういう漫画を描いてるものです。僕は任天堂信者ね。確かこの人出産してどうのこうのって書いてた人じゃなかったっけ？あ、おめでとうございます。出産ね、お疲れ様でした。指針みたいなのちょっと嫌かもしれないですけど、いやーほんとね、出産ごとねこそね、最大のクリエイティブっていうのね、僕分かってますんで、僕だってそういうね、うちの茂みと茂雄の最大のクリエイティブとして生まれた結果でここにあるね、コンテンツホルダーなわけで、いやーほんと素晴らしいよ。ぜひね、すくすくとね。で、結局は3歳とかそういう幼少期の教育ってめちゃくちゃ大事じゃん。大変だと思いますけど、ほんとね、頑張ってくださいね。人生においてそんなね、クリエイティブなかなか立ち会えないぜ。僕もだからよく自分がね、育った家庭をさ、ちゃんと説明してあげてるじゃん。茂雄と茂みにどうやって育てられたのか。なんなら動画にね、母親にインタビューとかまでしてるんだから、そういうのは学びとして大事なんだよね。じゃあ、そういうわけでね、ゲーム実況チャンネル僕作ったんですけど、やっぱりあれ作って正解だったと思わないかな。ゲーム実況っていうか、そのゲームをしながらなんかやる、ゲーム画面を映してやるのと、こういうね、だらだらと喫茶店の片隅でね、ウェブカメラに向かってギャーギャー言うのと、チャンネルを分けたの。それの方がみんなにとっていいかなと思って。僕にとっては良くないんだよ。まだ収益化できてないから、ゲーム実況がさ、お金にならなくなっちゃうじゃん。だけどこのタイミングで分けとかないと、こういうグダグダのニーズとゲーム実況のニーズっていうのは全然別なところにあるわけよ。それをね、いちいち同じところでやるとどっちにとっても嫌だなと思う。ゲーム実況見たい人はさ、そればっかりまとめてる方がいいわけじゃん。そういうのと、これは僕の、決意の表れでもあって、今任天堂はゲーム実況に対しての答えを出してくれたわけじゃん。今まではグレーゾーンだったから、人の著作物に乗っかってね、やるゲーム実況っていうのはある意味泥棒と一緒だと思ってるわけ。特に RPG とかストーリーを見せちゃうなんて絶対嫌じゃん、そんなの。だけど任天堂は自分たちの著作物についてね、実況っていうのは自分たちは著作権を主張しませんよっていうリリースを出してくれたのね。だったら僕も安心してね。でももちろん自分の基準を守りながらも、だから僕は絶対やらないのは、例えば今ファイアーエンブレム出たでしょ。ああいうのをいきなり実況だって言ってやっちゃうやつね。それっていうのは誰かの楽しみをやっぱ奪うことになるじゃん。だけどマリオメーカーみたいなやつでみんなが作ったゲームを自分がプレイする分には全然いいじゃん。あと対戦ゲームとかで対戦するとかだったら、それは別に楽しみを奪うわけじゃないし、面白いわけでしょ。僕も面白いし、なんなら見てる人も多少は面白みを感じてくれることがあるわけじゃん。そういうのは僕はすごくいいと思うの。あとはずっと前のレトロゲームを今更掘り起こしてやるとかいうのもありかなと思ったんで、任天堂の著作物でね、やりたいものがあったらやらせていただこうかなって思ってんの。だっていいって言ってんだから。もちろん著作権を放棄するとは言ってないよ。ただ主張はしませんよって具体的に書いてあるの。ニコニコ動画の収益化、 YouTube の収益化 OK ですよって。ただこのガイドラインはこれから先も変わっていくので、断るごとにチェックはしといてくださいよって言ってるけど、いやでもそういうふうに出してくれた任天堂さんの姿勢は本当ありがたいよ。だからもうグレーゾーンじゃなくなったんだよね。ホワイトゾーンとして任天堂のゲームをできるんだって、こんな素晴らしいことないじゃん。だから僕はこうやって今回分けて一応やったの。本当神だよね、任天堂は。で、おかげさまで1000人ね、登録者数増えましたんで、あとは再生時間がね、4000時間を超えればね、収益化もできますんで、このタイミングでしっかり、分けてっていうのがね、僕の意気込みの表れです。なので、ゲーム実況の方もね、ちょっとやっていきますんで。で、1000人はその収益化のラインを超えるっていう喜びなんて、昔はそんなのなかったからさ、もう作ったらすぐ収益化だったから、この喜びをね、味わえたっていうのも嬉しいことだね。ポーカーもやります。ポーカーももちろんやろうと思ってる。ポーカーもあっちでやるし、そういうゲーム画面を映しながら遊ぶやつは全部あっちでやるから。で、こういううだうだ言ってる動画とか、誰かゲストインタビューとか、そういうのはこっちであげるっていう、住み分けだね。登録お願いしますね。僕さ、ツイッターとかでいいねがいっぱいついてる商品が欲しくなっちゃうっていうね、欲しがり屋さんの性質もあるんですよ。だから、つい騙されちゃうの、そういうのに。お金、こいつ本当はお金もらってこれ召喚してんじゃないのっていうのと考慮して、いやでもそんなことないか、他にこいつのツイート見ても物をね紹介してるのないじゃんっていうのがあって、で最近それで騙されたのが、なんかさ、バスっていうさ、タブレットのなんかラムネみたいなのの入浴剤なんだけど、これをね風呂に入れたらもう眠りが深くてとんでもないっていう、それがまず買って、別に言うほど別に何にも変化ねえなって言って、なんだよこれ、
こんな高いね、3000円もする入浴剤買ったのに大したことねえじゃねえかよっていうんで、まず1個1つ騙されました。で、つい最近騙されたのは、首にかける扇風機みたいので USB で充電して、ここに扇風機のファンが2つついてて、首からかけてね、ブーってやるやつで、なんかエアギターのさ、鹿児島行った時にエアギタリストがずっとそれつけてたの。そいつ YouTuber でケースケチャンネルってやつやってて、多分あれステマっつうかさ、あれタダでもらってわざとあれつけてたんじゃねえの。ずっとそいつがつけてさ、涼しいなーとか言ってたから欲しくなっちゃってさ、その場でね、Amazon のその日セールだったから注文して買って家でやってみたんだけど、全然邪魔なだけ、煩わしいだけ。首んところはなんかこうやるし、ファンの音はブー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 うるせえし、あいつさ、僕らを売ったんじゃねえの。あれタダでもらってね、宣伝してくださいみたいな、もしかしたら金もらってさ、案件でさ、いやあれもなんかね、いや涼しいっすよとか言ってて、なんか気持ちよさそうだったから羨ましくなっちゃって買っちゃったんだよね。で、それ何重くないのとかさ、ここの首の部分とか熱くないのって、全然っすよ、ほんといいっすよこれって言ってたから、ああいうやつほんと信用できないよああいうやつ、まあケースケなんだけど、ツインズのケースケなんだけど、クラクラチャンネルっていう、彼は彼でね、ほんとにいいと思って使ってんのかもしれんけど、全然良くないから。まあわかんないよ、もしかしたら夏場の外で行けば気持ちいいのかもしれないけど、なんかな。で、最新の騙されをね、じゃあ紹介します。こちらです、プレミアムの一滴。これさ、誰かが、まあ、ツイッターでバズってて、しかも、ハチマキ校とかまとめサイトにまで転載されてたから、うわ、これはすごいじゃんと思って買ったの。1500円する目薬です。1500円って目薬に払う金額じゃねえじゃん、そもそも。でも、プレミアムの一滴だから、なんかこういう、12の有効成分をこの一滴にって言って、もうこれがなしでは眠れなくなりましたとか、いっぱいリプライみたいなのついてるのよ。これ、今回すごいいいよっていう。で、5万いいねとかついてたから。で、結局僕も買うわけじゃん。本来さ、ロート製薬のツイッターがそういうこと書いてあって、絶対買わないんだぜ。でも全然知らんやつが、これいいよっていうツイートに、いいねがいっぱいついてると、買っちゃうんだよ、こうやって。これ。これ1500円ですよ。こういうさ、マーケティングもうやめてくれ、ほんと。僕はそういうの信じちゃうんだから。じゃあ、やりますよ。はあ、分かんないんだよこれ。別に298円の目薬との差が全然分かんないんだよ。スーッとはしますけど。出た、きたーって。なんかこれ、君さ、年齢分かっちゃうんだけど、こうやって目薬さしてきたーっていうやついるじゃん。それってなんかあれじゃん、あのお台場封鎖しましたの、あの人がさ、お台場封鎖できませんとかいうあの人がやってたやつだろ、 CM だろ昔の。そんなの知ってるやつって何歳だよお前は。いや僕も全然うろ覚えだし、もう多分赤ちゃんだったと思うその頃だから全然わかんない。 YouTube で見ただけだから。いや全然年齢違うよ。これがそのいいと思ったらもしかしたらいいのかもしれないけど、現状298円の目薬とどう違うのかっていうのと、そもそも僕は普段目薬なんて一切しないんだよ。よくよく考えたら、これまでの人生目薬の頼りになったことなんて一回もないのにさ、あのツイートで、わすごいこれ買わなきゃ損かもしれないと思って、みんなこんないいもんやってんだったら僕だけそのね喜び体験できないから損だと思って買っちゃってんだもんこれ。でこれ全部使い切れるかって言ったら、多分もうあのバスと一緒でさ、入浴剤のバスと一緒で、なんで買ったんだろうな。そもそも1500円だぜ。目薬を1500円で買うっていう発想あります？だって横並びで298円のも売ってんだよ普通に。そんな中で同じ会社が出してるこれをさ、いやこの高級感を売りにするっていうのは分かるんだけど、1500円の価値があるのかどうか分からんわ僕は。いや意外とね買っちゃうの。でもこうやって動画にすればさ、経費になるじゃん。だからごめんねみんな。僕別にこれおすすめ全くしてないからね。でもその1500円が許せないから、これをね、そのまま泣き寝入りするのはもう許せねえなと思って。で、こうやって動画で書いて、で、その領収書をポイってこの引き出しに入れとけばさ、年末にね、その1500円が、その収入から消せるじゃん。ふざけやがって。僕にそこまでさせやがって。ステマナじゃねえよ。じゃあ誰からお金もらってんだよ。
あ、そういえばあれまたこれ怪しいな、なんかさまた来てんだよこれ、同じようなところから来てんのかな。僕が一つも返信しないでね、無視ばっか続けてるからどん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 条件が良くなっていくんだけど、これ絶対嘘だろう。なんか足の匂いが臭いのの消臭機能付きのね靴下のタイアップが案件がありますって言って、なんか単価20万円って書いたんだけど、なんなんこれ、こんなの絶対やんないよ僕。でも20万もらうからにはそれなりにベタ褒めしないといけないから、だって僕のチャンネル登録者数、基本こういう案件っていうのはチャンネル登録者数がものを言うわけだから、本来は再生数に応じてとかなのに単価20万っておかしいじゃんこれ。この書き方絶対詐欺だよこれ。騙されないようにして、僕こういうのも一切返信しないからね。こういうの いっぱい来るんだよ。でも単価を書か、具体的な単価を書いてるのはなくて、ある程度チャンネルとか再生数に応じてっていうのが普通なのだけど、20万ってこれ絶対おかしくね、こんな風に書くのって、うん、いや引っかかってみたいけどめんどくさいから、そのそう絶対そういうのも僕やってないよ今まで。だからやったのは1回だけつてるよね、便球からあのライトもらったの、あれだけ。便球直で来たやつね、便球っていうなんかディスプレイとかライトとか作ってる会社のやつね。あ、完全栄養食のパスタもあれも紹介してたけど、別にそこから金もらったわけじゃなくて、たまたまネット上で見つけて、何これ完全栄養食なんだ、だったらすげえじゃんと思ってやったらクソまずかったからあんなので金もらえるわけないじゃん、一回もやってないよ。あ、ママさん、あの完全栄養食のパスタどうでした？クソまずくなかったですか？え？美味しかったですよ。え？あ、本当ですか？あ、じゃあ生姜焼き定食って今頼めます？あ、すいません。一個ね、ここに持ってきたらママさんが、え、美味しかったですかあれ、はい。栄養あるんですってあれ。でも600円ぐらいで、ちょっと600円高いですよね。ママの発言が、あの今の公式発言になっちゃうから。いや、でもね、僕は個人的にはこれ600円はないなっていうのと、ちょっとなんか、僕はママさんのさ、美味しいお料理とかに舌が慣れてますから、あれ食べちゃうと、なんかパンチねえなっていうつうかさ、だから今生姜焼き定食ね頼みましたそうだね、ママさんに言わせてあそこで悪口言わせちゃダメだよね。ああ、せっかく持ってきたんでね、今日これ届いたんだけどさ、まあこれもクリエイターの人向けだね、特に漫画家とか目指してる人向けだね。最近こういうの多くね、漫画編集部のリアルって言って、これ別にさコロコロコミックの小学館が出してるわけじゃないんだよ。なのにこのコロコロコミックの制作現場にね密着っていうので、しかもこれめちゃくちゃ高かった、定価なんと2000円プラス税だからね、これ買っちゃう僕のモチベーションの高さね。こんなん2000円で絶対買わないっしょ。でももうなんか気になっちゃったからさ、気になっちゃう気になっちゃうでさ、まあ結局買っちゃったんだよな。よくここまで見せるなっていうかさ、編集部の人たちがどういうことやってるのかとか、この漫画家との その打ち合わせの様子とかさ、井上桃太さんっていうの、あの人が自分が気に入ったコマと気に入ってないコマの説明とかさ、あとは編集長のインタビュー、ロングインタビューとか、マジで真面目くんの作られ方とか、あとコロコロの漫画のね持ち込みの編集の選び方とかさ、なんでこういう取材を受けてとか、どういう仕組みになってんだろう。だってこれ小学館の本じゃないからさ、こっちの方がでもおすすめ、こっちは980円だからこっちがまずおすすめだけど、こっちを見てさらに知りたい知りたいと思って、もっといろいろコロコロのことが知りたいと思ったのはこっちおすすめかもしれない、コロコロファミリーとしてね。でまたこれもね届きましたけど、コロコロ一番発売中ですんで、これは僕でもまあポジショントークっていうところもあるけど、でもそういうの僕そういうのしないからさ、ポジショントークしないから、こういうねおはスタ少年やってますんで、おはスタ少年ね、おはスタ少年連載中ですんでね、2ページね、うん、これもちゃんと6月中に書いたやつだから偉いっしょ。僕6月忙しかったのにさ、うん、おはスタ少年これ、うん、こっちも書いてるしね、コロコロ兄貴も書いて、だから6月ほんとね実は結構僕働いたんだよ。株主総会もいっぱい行ったし、ラスベガスとロサンゼルスも行った上にこれとこれとこれだからさ、うん、えらいよな。その分もう7月も今も実はちょっと大変なんだよね。もういやでもねつくづく思うのが、まあこの前のそのポケモン GO の開発者の野村さんが考えてたのと一緒で、今
やりたくないことは僕はやりたくないんだよね。だからそこがすごい葛藤っつうかさ、できる限りやりたくないことはやんないようにしたいから、お金もらえてもだよ。だから案件とかも一切やってないわけじゃん。そんなの未来に立って、そんなさ、消臭靴下をさ20万もらって紹介したところで僕の未来にとって何があるんだよ。金もらえばね、何でも紹介するっていうね、レッテルを貼られるだけじゃん。そういう YouTuber いっぱいいるでしょ。そんな風になりたくないんだよ。僕は自分がやりたい、自分がね、心から紹介したい、こういう本とかを自分で探してきて、それを紹介することをしたいわけ。自分から発信したいし、自分がいいものを自分から見つけて、それを良ければ紹介したいっていう、そういう気持ちだからさ。そんなメールが届いて、臭くない靴下だとか育毛剤だとか紹介してくださいって、そんなことやってたんじゃ未来はないし、つまんないんだよ、そんな。やりたくないアルバイト、ガソリンスタンドのね、給油をやりたくないのに、時給1200円のためにやってるのと、それをやるのと、同じなんだって、僕にとってはね。うん。だから、自分の限られた時間をね、やりたいことだけに費やしたいの。まあ、これで20万が200万で、10分の動画を1個作るだけでいいですよっていう、すんごい条件だったら、やってもいいけど、でも宮迫みたいに、またそれで、そういう、うまい話には裏があるパターンで、その靴下を作ったのが実は反社会勢力で、これによってたくさんの人が詐欺で騙されてたって、金額が高いからには何か裏があるから、で結局宮迫はこうやってさ大変なことになっちゃうわけじゃん。だから結局やんないんだよ、いくら200万だとしても。本当にこれ大丈夫なんでしょうねって言っても、あの時の宮迫と同じじゃん。本当にね、このパーティーで歌歌うだけで100万もらえるんですかって言って、その入り江に確認してやった結果があれでしょ。バイト店員を見下してないんだよ僕は。だけどその野村さんも言ってた通りに、そのあなたのその時間、僕の今の時間を1時間を1200円で切り売りするっていうことじゃん。それに対してその日の1200円欲しいんだけど待ってよって思って、未来の自分に託したわけじゃん、奨学金借りて。その話がすごくしっくりきてて、だから僕はカットを書いたりするのにもしてもさ、しないわけじゃん。前まではいっぱいしてたの。例えば鍋、野菜がグツグツ煮てる絵を描いたら4000円とか、あ、ラッキー、これバイトよりも効率いいじゃんと思ってさ。あとは指定された、まあ、東京ウォーカーラーメンに勇者が絡まって苦しんでる絵を描いてくださいでいくらとか、そういうのをできる限りもうやんなくてもいいかなと、今となってはね。雑誌のメディアとかももちろん落ちてるし、昔はカットが自分の書いたものがさ本に載るっていうことだけでまずは喜びがあったわけ。そこのターンはさもう過ぎちゃって、今となってはそれは自分にとってプラスじゃない。だったらそれやるぐらいなら家でね動画配信でもしてた方がまだ自分初の発信だしプラスだなって思うから、いや余裕ないよ別に。僕そんなに貯金とかはないよ別に、何度も言いますけど。だけど貯金よりも何よりも今の自分のね健やかな時間を大事にしてるの。そのなんかカットを書くことで時間は拘束されるわけじゃん、ある程度ね。そこのバランスでじゃあどうすればいいかって言ったら、自分のランニングコストを下げるわけだって。例えばさ時給1200円で働いてる人だって、家賃をなんならさ10万円払ってる人とかいるわけじゃん。その家賃を捻出するために時給1200円で働いてるんだったら、じゃあ家賃を5万円に下げればその5万円分働くてなくて済むんじゃないのっていう考え方が僕なんだよ。だからいい家に住みたいからいっぱい働こうじゃなくて、時間が欲しいからしょぼい家に住もうっていう考え方、ランニングコスト下げよう。車とか欲しいから働こうじゃなくて、車いらないんじゃねえってこれよく考えたら、車なんて維持費はかかるし高えし免許もお金かかるし、じゃあいらねえじゃんと思って、自分のさ時間っていうのを最大に価値のあるものだと思ってるわけよ。だから使うときは使うし、使わないときは使わない、そういうスタンスですから、使う分だけもらえれば後の時間を自由にできることの喜びの方が僕は高いんだよ。だから変なカットを書いていくらっていうとかアルバイトとかそういう自分の心がねマイナスになるようなことをできる限りやんないでいけたらいいなって思ってるの。あ、ありがとうございます。何センチある？あ、もう終わりな、もう終わりますんでこれ。あ、全然大丈夫です。はい、いや、ありがとうございます。なんかこっちでいいですか？あ、はい、ありがとうございます。じゃあアイスティーください。アイスティー、はい。はい。レモンとかなくていいんで、じゃあこれで食べて帰りますんで。はい、あ、ついでに今日コロコロだからって言ってこれも持ってきたからね。ずっと前に佐山さんに、デンジャラスジーさんの佐山さんが帰ってきた。佐山さんありがとうございます。これほらね、これ最高だよな。これなんかの時に僕が子供たちのイベントかなんかに出る時にこれがあったらすごい説得力、あ、そうだ、少年たけしかなんかのワークショップだ、
ワークショップでさ、僕が先生として何かを教えるときにこれが置いて横に置いてあったらさ、え、すごいって思うじゃん。そう思ってこれ頼んだらこんないいの書いてくれてさ、これでおかげでね、あの時のワークショップはね、パラパラ漫画の先生なんだけど効果発揮してたからね。いや、ありがとうございました。ベジファーストで、何度もねこれは口を酸っぱく言いますけど、最初に野菜を食べるといいよってね、あの松屋の箸を開けるところのねところに書いてあったから、だからねその生野菜サラダ頼んだ方がいいよって。そうすることで早めに満腹感も味わえるし、あと水をいっぱい飲むこと、水っていうか麦茶とかね、うん、美味しい。ここだってママも実してね、こちら生姜焼き定食のお肉をご飯にね、こんな贅沢な食べ方ありますか？お肉1枚をご飯に包んで、うん、うん、おいしい、うん、うん、しっかり味が染みてくからさ、ご飯によく合うんだわこれ。ママさんのオリジナルの製法で。じゃあニコニコ終わりますんで、どうもありがとうございました。